はい、えー、ミサタカノイの、なるほど、国大学、本日も始めていきます。今、撮影してるのがですね、えー、7月7日の7時36分ですね、19時36分に撮影をしております。今日ただまたですね、ちなみに、あの、僕さっきから、なんか苦戦してってですね、何苦戦してるかというと、髪の毛がまさかに、目、目の中に髪の毛が入りまして、しかも出てこないという。だからなんか今日、まばたきがめちゃくちゃさっきから知っててですね、どうやって撮ればいいかが全くわかんないという <laughs> 現象になってるわけですね。綿棒使ってもダメだし、なんかあの、ティッシュ使ってもダメだし、とにかく全然出てこなくて、 あの、左目なんですけどね。まあ、なんか、めちゃくちゃ痛いというような感じです。誰か、あの、取り方を教えてください。<laughs> はい。ということでですね。まあ、まず日経平均からいこうと思うんですけれども、えっと、昨日の時点で、要はあの、まあ、ちょっと2万2000、いくらぐらいだったか、2万2700円ぐらいの、要は高値なんですね、ここはね。で、高値を結局今日超えませんでしたっていうような形なので、明日も陰線出るようだったら、 これかなり下落につながるんじゃないかなと思います。ただ、重要なのは明日ですね。明日、こういうような陰線が出ていったら、まあ、とりあえず22000円ぐらいまでは下がってくるかな、みたいな相場感で入れると、すごいいいんじゃないかなと思います。もう、あの、超えられなかったので、てかやっぱ、ここ強いんですよね。すごい高値が。高値が強いんですよ、この。 なんで、なんか、あれですね。な、なんか、いい例えばわかんないですけど、結構、まあ、頑丈な壁がここにありますよと。なので、これ次の日、陰性出るんだったら、まだいぶ、うんと、下落、も空売りか、空売り入れていくのが、まあ、セオリーでいいかな、みたいなところですね。ただ、まあ、22000ぐらい、またはこっち側だと思うんで、 まあこの辺のどっかまでは下がってくるとは思うんですけれども、まあ短期の売買の方がどっちかって言ったらいいんじゃないかなというような感じですね。仮にやるんだったらという感じです。これはあのプライマリーだけで見てるんで、なんか移動平均線とか結構無視してるんですけど、まあレンジの時はそうですね、こういう高値安値を結構見ていこうがいいかなという,ようなところですね。なので個別メガにも結構こういう銘柄多いと思うので、まあ超えてる、つい超えるんだったらまあ2万3000ちょいぐらいまではいくだろうし、まあ超えないような陰線が出るんだったら、まあ、結構ね、明日からは空売りで見ていくといいんじゃないかなというような感じです。 ただ、カロリー入れる人はですね結構短期の方がいいですね、えーと普通まあ。長くても3日とかですね。そういうような短期売買とかの方があ結構いいんじゃないかなと、個人的には思いますやるんだったら。僕もやるんだったらそういうようなトレードをするかなというところです。ちなみにです、ね、今日ニュース見てたら、ですねなんかこれは僕、好きなジャンルだなと思ってなんか喋りたかったんですけど、ねあの、JR が、まあ、東日本が時間帯別運賃を検討していると。まあ、これすごい重要ですよねあの。ちなみにニュースはですねあのいつも なんか、YouTube を撮影するときに、なんか一応ニュース見るようにしていて、なんか僕、単純にニュース見てるのは、なんかこれで経済が動いたってよりも、あの、何ていうんですかね、こういうことが、あ、世の中のニーズなんだな、みたいななんかそういうのもちょっと勉強していこうかな、みたいなところで見てます。これすごい重要ですよね。で、なんでわざわざ別になんか株関係ないじゃん、みたいな感じだと思うんですけれども、時代のニーズっていうのに、なんかすごい敏感になるといいような。 みたいなことをすごい感じてるんですよ。で、今日、あの、ツイッターの方でなんか、ちょいちょいつぶやいていて、あ、ちなみに僕ツイッターでちょくちょくつぶやいてるんで、なんかツイッターの概要欄に入ってるので、もしあれだったらフォローしてもらえればと思うんですけれども、あの、今日、なんかあの、全然別件の打ち合わせというか、なんかただ雑談してただけなんですけれども、あの、今までの、要は働き方とか、うんと、まあ、生き方ですよね。まあ、それこそコマ、まあ、アフターコロナ、 みたいな言い方をしていると思うんですけれども、要前みたいに戻らないんですよ。もう、戻るわけがないんですね。だから時代って必ず変化しているものになるので、で、この、もうこの案って僕すごい、なんか前々から言われてたというか、まあ、言,うだあの言ってたのはあれなんですよ、ね、2ちゃん解説したの、あれですね、あの、ひろゆきさんが言ってたんですけれども、いや例えばですよ、例えば、あの、これ全然ちょっと話違うるんですけれども、あの、テレワーク本気で推薦させたいんだったら、電車賃10倍にすればいいよと。 まあ確かにそうなんですよ。で、そうすれば企業側のコストって、いや通勤だけで10倍かかるから、だったらそんなんだったらテレワーク絶対やった方がいいよね。みたいな感じで強引に行くんですよ。もう経費バランスがおかしくなるから。でも結局そういう風に、今までの、えー、と状況とこれからの状況って絶対変わるんですよね。今までは例えばじゃあ通勤しなければ行、うん、けなかったような業種っていうのも強引に変えていかなきゃどうしようもないよと。で、これ株式にも本当に言えて、今まで使ってた手法っていうのが、もしかしたら使えない場所っていうのが絶対出てくるんですよ。でこんなん当然で,で。で、今の相場で行くんで、 だったらば今までって移動平均線を結構見とけば良かったんですよ。まあ、本当に見とけば良かったんですね。でも、とりあえず右上向いてるや。とりあえずどこで買ってもこんなとこなんでもう利益にしかならないよという状況だったんですけれども、まあ、この辺りからやっぱ相場の変化があるわけですよ。で、こういうレンジ相場になった時っていうのは移動平均線見たってあんまり意味がないので正直だって。あんま取れないんだもんとだって。レンジになったら移動平均線だいたい真ん中にあって、なんか移動平均線越したらなんか空売りとかだったらなんか全然利益にならないんですよね。利益になるところがそのの方がでっかくなると思うので。なのでその。 時々に応じてて必ず変えいいいかななきゃいけないですよ市場が動けばそれに対して自分たちを合わせていかなきゃいけないんだよねみたいな感じですって今日これすごく強く思ったんですよって何を思ったかというと例えばその、まあ、ちょっとね商売人の話になるんですけれども今までじゃあ店舗を持って、まあ、商売してましたよみたいな感じあの人がいたときにやっぱそのなんだろう人と会うことをやっぱ好むわけですよね必然的にだって店舗に来てくれないと だだって売上にななないんだもんもというような感じでもそれがじゃあ今のご時世例えばあの緊急事態宣言とかがあって人の出入りが全然なくて人が集まってきませんでしたよとなった時に人が集まってこないじゃあ昔みたいに戻れば売り上げ上がるんだじゃなくてあ,あこっからも人が来ないんだそもそもとじゃあ人が来ない中どうやって売り上げを立っていこうかなみたいな視点で物事を見ていないと今後って生き残っていけないんだろうなみたいな、まあ、そんなような ふうに思ってるわけですよ。で、これ株式も先ほどもお伝えした通り、この株の取引にも全然当てはまるよね、みたいなことをちょっとなんか伝えられたらすごい面白いのかなと思った次第でございます。なんかこれもう喋りたくて喋りたくてしょうがなくてみたいなね。まあそんな感じです。まあちなみに先ほどお見せしたニュースはですね、まさに理にかなってるなと思ったんで、ぜひ見てみてもらえれば僕、個人的にはいいかなと思います。要はあの、まあ、シンプルに通勤時間とか通勤通学の時間帯ピーク時にシン,あのシンプルにうんちん上がるようだったら、まあ多分上がると思うんですよ。 この、この感じだと。で、上がっていけば、自然的に満員電車もなくなってくる可能性があるし、で企業側もテレワーク推進になるし、だより、あの、まあ、次世代の働き方にもなってくるような、みたいなで。そうすると、要はテレワークとか、なんで僕これはテレワークこだわってるかっていうと、あの、 例えば自宅とか PC の前で仕事できれば、必然的に株とかよりくの違うことできてくるんですよ。しかも別に株に集中する時間なんて3分とかね10分とかそんなもんなんで、なんかあれですよね。働き方が変わってくると、収益の得方も当然変わってくるし、みたいなことを、やっぱ、なんだろ、時代の次ですね。次ってどういう時代になるのかなみたいなことを見せながら生活してるのってすごいありだよな、というような感じです。言うてね、うちも物販やってるんで、どうしてもあの社員に来てもらってるんですけれども、まあ、日によってですけどね。 まあなんかそういう、どうしても、あの、出勤しなければいけないみたいな、都合じゃない限りは、こうやって時代に合わせていかなきゃいけないんだろうな、みたいな。たまたまこう、ちょっとニュースがあって、たまたまそんな話題を、僕ツイッターでつぶやいてたんで、なんか、あの、話したかったんで話したみたいな感じですね。まあなんか、これに関しては、なんかいろんな意見あると思うんで、ぜひコメントくださいと。僕はそういうふうに思ってますっていう感じです。はい。で、えっと、まあせっかくなんでまたコメント返していこうかな、というふうに思います。で、コメントありがたいことにですね、結構いただいておりまして、で、あの、こんな感じですね。昨日、 昨日あげた動画も結構ですね、もう本当に、あれ、どこ行っちゃった、えー、コメントいただけて、で、いただくことは全然 OK で、で、それを踏まえて、なんか、あれ、これか。それを踏まえてですね、結構動画作りとかをもうしていますので、ぜひね、いろんなあのコメントいただければと思います。ただ、すべてのコメント返せるかどうかっていうのは、ちょっとなんか、その時ドキドキなんで、あんまりなんか、帰ってこなかったから、うわーとか思わないでいただけたら、すごい嬉しいです。まあ、せっかくなんで、ちょっとね、えっと、また、 ま、ちょくちょくね、えー、返答していこうかな、というふうに思います。ね。で、ちなみに、えっ、ー、と、まあ、レーザーテックの今後の分析ありがとうございます。まあ、こういう分析シリーズを結構や、やるので、あの、ぜひね、なんか、これどうなんですかね、みたいなのあったら、残しといてもらって全然 OK です。ただ取り上げられるかどうかは絶対じゃないので、一応そこだけ、なんか、いや、僕の無視されたんですけど、とか思うのだけは本当にやめてください。あの、そんなつもりは全くないので。 っていう感じですね。昨日ちょっと時間があったので、もうなんかたくさん全部答えようかな、みたいな感じでした。もうそんな感じです。えー、っと、一応これ、なんだろうこれ。えー、っと、ちょっと読みましょうか。えー、っと、いつも勉強させてますと、させてもらってますと。え、銘柄選び大変ですが、チャート見るのが楽しくなってきました。いいですね。これ重要です。あの、ヨーダが楽しくないとな、綱あのー、あれなんですよ。続かないんですよ。利益がどんだけ出ても、あのー、なんだろう、何かに楽しみを見つけないと、もう苦でしょうがないんで。 だってね、月1000万もらえる職業が仮にあったとしても、だそれがめちゃくちゃ苦でもしんどくても、明日にでもやめたいと思ってたら続かないので、やっぱね。まあそんなような感じですよね。なんかこの楽しくなるってすごい重要だと思います。なので特に最初のうちって、チャート何これ、うわーって思うかと絶対いると思うんですよ。でいると思うんですけれども、なんか見てたらなんか面白くねみたいな感じになってくるとすごいいいっすよね。本当に僕はそういうふうに思っています。で、えっ、ー、と、ごめんなさい本題ずれましたね。えっ、ー、と、2150のケア、ケアネット。 えっと、が、えっと、ま、あと、要するにタイミング一日、えっと、遅れたかな、みたいな。ちょっと見ましょうか、これね。これは見ていきましょう。えー、ケアネットかな、なんだっけ、2150。出るのかな ?2150。ちなみに全く予習してないですからね、この銘柄ね。ああなるほど。いや、これはね、これは、ここ、ま、あここは鉄板入れですね。 ここは鉄入れ。ここは試し打ち。ここ鉄入れ。だってこんなね、あの、押し、完全な押し目じゃないですか。こんな完全な押し目なので、もうここ,こはもう、なん,ていうんですかね、見つけたらもう、なん,ていうんですかね、もう資産もうほぼほぼ入れていいよ、みたいな感じ。もうダメだったらしょうがないんで。で、えっ、ー、と、ここの、ここはちょっと結構悩むところで、うんと、まあでもあれか、今までがこう超えてきてるから別に保有でもいいのかな。 なんか、あのー、まあ、ここ選択肢いくつかあって、えっ、ー、と、まあ、どういうことかっていうと、全体、全開高値がこうやってあるじゃないですか。で、全開高値がこうやってあって、要は超え、まあ、一応超えてるのかな。で、これちょっと上髭なのが気になるんですけど、あ、超えてはないか。あのー、なんだろう。これはほあの、全開高値の、例えば、ここかな正確に言うとこの1700円とかが全開高値なんですけれども、1七百千六6 9 0円とかかな。で、これを完全に要線でなんか超えてるんだったら、 こんな感じで、イメージこういう感じで超えてるんだったら保有。けど、なんか微妙なんですよね、これね。なんかや、まあ、上、上髭引いてるみたいな感じで。ちょい微妙なので、これはちょっとああ、まあ、諦めるというか、なんだろうな、なんか微妙。で、僕だったら今日理学。今日だったら理学。なぜならば日経平均がちょっと下がりそうだからなんですよね。なので、もう今日全部理学してもいいだろうし、そ、えー、こでも入れて、例えば半分理学して、なんかちょっとおまけで、えっ、ー、と、なんかこの先見てみようかな、みたいな選択肢もあり。 あこれはもうね、ここは、ここはもう鉄板で入れてくださいみたいな感じですね。もうここで入れなかったらもうなんか、ちっちゃいんで絶対増えないので、っていう感じ。でも質問の内容がこんなんだったかちょっとわかんないですね。えっ、ー、と、昨日が、えっ、ー、と、7月6日で、えー、ど、どんな質問でしたっけえっ、ー、と、7月4日にエントリーしましたが、えっと、本来入れるべき部分は3日、うん、うん、うんいついつ入れたんだろう ?4 月、7月4日で3日がエントリー。ほんと 今そんな解説したっけ ?3 日。あ、3あそうね、3日にエントリーしても全然 OK。あただこれはもうなんかね、あのまだ多分5日戦右下向いてるんですよ。だからここは試し打ち。で、こっちを4月6日で入れる方がもうベスト。まあ、これ入れられれば全然いいですね、みたいな感じですね。一応なんか質問回答からしたらこんな感じ。まあそういうチャート見つけてればね、あの基本的に負けることってあんまないと思うんで、もういいと思いますよ。もう N 型の典型的ですよね。まあこんなん負けないんで、けどね。に。 はい、はい。じゃあ次行きます。えー、っと、動画ありがとうございます。あ、金曜日に全て空振りしていてよかったです。あ、違う、理学していてよかったです。月曜だったら全て損失しました。 まあよかったですね。はい。えっ、ー、と、初心者ですが、えっ、ー、と、レンジ相場でもこんなにやりにくいもんなんで、それなりのやり方あるんでしょうかえっ、ー、とですね。まあ、それなりのやり方があります。て、一つは、えっと、なんだろう、あんまり僕もレンジは好きじゃないんですよ。で、好きじゃないので、移動平均線を軸にするというよりも、プライマリー、要は、あの、価格差で結構勝負していくことがありますね。で、えっ、ー、と、まあ、どういうことかっていうと、水平線です。見ていくのは結構水平線を見ていくのが、まあ、僕はいいのかなというふうに思います。まあ、僕だったらそうするから、みたいな感じですね。ただ僕はあんまりこれいう、レンジ相場を好んでないんです シンプルに。好んでないので、別にやんなくてもいいかなっていうところですね。はい。好んでない。そう、なんか痛い目あったんですよ昔。だからそれうのうトラウマみたいなもんです、ね。好きじゃないんです、シンプルはい、じゃあ次行きます。い、え、つ、ー、もありがとうございます。えー、っと、株やり始める人に、始める人におすすめの本や動画があったらぜひ教えてくださいと。まあ、僕の動画見てください。それだけで十分です。はい。で僕、本全然読まないんで、ん株の本なんて読んだことないんですよ。なので、なんかあの、た、確かにその本から入ってくる情報ってあると思うんですけれども、 例えば僕らぐらいのね、あわかんないですよ。僕とかの本、本の方が情報として入ってくるな、みたいな方がいらっしゃいましたら、なんかぜひね、本読んでもらってもいいのかなと思うんですけど、本って別に生きてないんですよ。で、僕も確かに本とか,か、本書いてるんですよ。ただその、なんでアプローチしてるかっていうと、動画の方が入ってきやすい人もいるし、活字の方が入ってきやすい人とかも、やっぱりいらっしゃるんですよね。なので、本の方が自分が情報として入ってくるな、っていう方はぜひ本読んでもらえればいいかなと思います。 まあね、僕も本出しましたが、今後あの、一応、まあ9月か10月か11月にまたあの、書店に本並びますので、その時、あの、ありましたら、ちゃんとご案内しますので、ぜひ読んでもらえればと思います。まあ、あとは動画だったら別に僕の動画で十分ですよ。まあ、十分十分。いろんなやり方がある中でも、あの、なんですかね、一つのノウハウをまず覚えてもらう方がいいかなと思います。いろんなノウハウって別に、正直計測でたくさん出てくるんで、なんか自分に合ったっていうかね、あなんかこれで利益出るんだなって思ったら一つを極めるっていうのはすごい重要ですね。あ、なんだっけ、あの、鬼滅の刃でいうあの、黄色いやつ。 名前ちょっとあの、一つの技しかできない。あんな,あんな感じでしたが、一つでいいんですよ、別に。うん。そんな感じ。はい、じゃあ次行きます。えー、っと、いつもありがとうございます。昨日解説してたレーザーテックが前回高値を更新したので、本日買いました。でもね、レーザーテックどうやって解説したかもう覚えてないんですよね。<laughs> えっと、なきよない、ニンテンも前回高値を更新したので。まあちょっとなんか、任天堂ン,ンにしましょうか、ちょっとね、全く覚えてないんで。解説したんだから覚えてるよって思うかもしれないですけど、 あんま、メーカーの競争ものに興味ないんですよね。あの、形を見れば思い出すんですけど。797よ。797よ。ニンテンドー、前回高値。あー、なるほどっすね。これは、あれかな、今日買ったのか。今日買うんだったら全然ありな感じですよね。要は前回高値こうやってこうしたので、前あの、昨日、うん、ん昨日っていうかこれ、6日の時点ではこうしてないんで、ちょっと怖いんですよ。で、これ超えたんだったら、まあまあいいかな、みたいな感じですね。 ただちょっと上がりすぎてるんで、あれなんですよ、これ。あの、ローソク足と5日線がちょっと離れていると、んと、まあも、も、揉んだ時に、ちょっとなんか、威嚇のタイミングが難しいんですよね。難しいというか、ちょっと損がでっかくなってしまう可能性があるんで、そこだけ。うん。まあ、でもあの、タイミングとしては全然悪、悪くない部分ですね。ま、ちょっとわかんないです、これ。なんか、あの、下落しちゃった時に、損切りの幅がちょっとでかいかもしれないですね。それが、ちょっと気がかり。 エントリーのタイミングとしては別に悪くないかなと思います。なんでこれ、うんと、なんだろう。これちょっと5日線とローソク足結構離れてるじゃないですか。で、こうやって結構離れてる時って、まあ、これ、もちろんね、こうやってガーって上がっていくかもしれません。で、これは上がりません。あの、もう相場しかして、まぁ、あ、ね、あの将来知らない、あの、見ないとわかんないんで。ただこれ、下落しちゃった時ですよね。下落しちゃった時に、多分これ一番最初にまあ見ていく部分としては多分、5日線が、 あの、ま、五日線のノウハウでいくと、五日線に陰線ぶつかった時とか、ま、そんなような感じなんですけれども、あの、ちょっと、なんだろ、多分損失の幅がちょっとでっかくなりがちなので、ローソカ足シと五日線が離れてる時はちょっと気をつけた方がいいですね。っていうた感じです。はい。ま、上がっててくれれば問題ないんですけど。ま、ちょっとね、これもう相場、見ない色わかんないんでね、なんとも言えないです。って感じですね。はい、じゃあ次行きます。次、えっと、ライズアップ。ああそうか、ライズアップ。あれですね。あの、証券、東京証券じゃないです。じゃあ、確かに、それは出ないわ。 そんな感じです。はい、じゃあ次。えー、っと、山田さんの質問。オシレターなんか使ってみてますかと。見てないですよ、全く。全く見てないです。移動平均線だけで十分っていう感じで,でボリバンは一応表示させてるんですけれども、なんかいあの、とある状況下になったとしか見ないので、もう基本的には移動平均線っていう感じですね。オシレター系は見てないです。なぜならば、オシレター系って、えー、っと、なんか、まあ、逆張りとかで使われやすいんですよね。あのーあ、そうそう、だからトレン、あれオシレター系どっちだっけ トレ,トレンド系そのオシレーター系だからその、売買の、なんか、この時売買されてますみたいなのを結構見る指標だったと思うんですよ。確かあ、例えば r s i とか、あれオシレーター系だったと思うんで。で、オシレーター系って結構使われやすいのって、なんか逆張り手法が多いんですよ、確か。ごめんなさい、ちょっと、あの、最近見てないんで、確かそうだったと思います。で、結局逆張りじゃないので、僕の。 あの、手法って。だからなんかトレンドフォロー系の、そういう言い方したか忘れてたんですけど、トレンドフォロー系の方が、例えば、えっと、見るんだったら MacD とかですね。MacD とか、あ、なんかあるかな。なんかちょっとパッと出てこないんですけど、なんかそういう系。なんかあの、なんだっけ、ATX とかもそうかな。なんかそういう系のを見ていく方が、まあ、まだまだいいんじゃないかなと思います。で、他別になんかバックテストも検証しないんで、まあなんか結構ね、あの、記憶を辿どりに行ってるだけなんですけれども、まあ、見てないです、簡単に言うと。 じゃあ次行きます。はい。えー、っと、レーザーテックの、みんなレーザーテックすごい興味持ってるんですね。でもレーザーテック僕何のメガだか早速忘れちゃいました。質問させて、えー、っと、質問させていただきたいのが、レーザーテックの説明するときに、えー、っと、上根を固め始めていると、おおっしゃってましたが、どのような時がは上を固めてるんですか忘れたんで見よう。これ、6、なんだっけ、6? あ、何番だっけ。6、あ、これか、6920。あー、なるほどっすね。 はい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 。えー、っとですね。上値を固めている、えー、状況っていうのは、まあ、簡単に言うと、まあ、簡単に、まあ、簡単に言うと、だもうあれです。あの、線引ければって感じです。あのー、まあ、例えば、このあたり、このあたりの相場、相場って、あの、なんか、ひたすらこう、上がってってるじゃないですか。まあ、高値がどんどん更新されるんですよ、ね。例えばここで行っても、高値がすぐ更新して、 ここで線引いても高値がすぐ更新してみたいな感じになってるんですけれども、ここってあんまり、あの、すぐ更新してないじゃないですか。いわば、えっと、ま、ここら辺で多分引けると思うんですけれども、上がって、なんかこの辺うじゃうじゃうじゃーってなって、上がったかなと思ったらすぐ下落して、あ、なんかそうしたら、ま、金額帯で言うと1万多分700円ぐらいかな。1万600円とか700円ぐらいだと思うんですけど、この辺でなんか、あ、なんか意識され始めたんだなっていう、 え、感じになってくるんですよ。なので、その、ぶつかった本数が何、何回も何回もあると、みたいな感じですね。あ例えば、この辺ってもう全然超えようとしてないし、頑張って超えたかなと思ったらすぐ下落して、みたいな感じなので、なんかあのー、なんですかね、何度も何度も高値にチャレンジして、結局すぐ超えたかなと思ったらすぐ下落した時とか、っていうのは結構高値が意識されてる。みたいな感じ。ですね。 で、えっ、ー、と、まあ、これすぐ超えてこられたんで、あまあ、確かにな、みたいな感じなんですけども。なんかあの、こう、あノウハウであるんですよ。こうやって上がってって、NG じゃなくて上がっていく、横向き、20日線ぶつかってドンみたいなね。これ全然あるので、あのー、なんだろう。まあ、一応、これだけ懸念しておこなけどあのー、懸念しなきゃいけないんですよ。高値をね、固めました。そうそう。だから何度も何度もぶつかっているみたいなイメージで、えー、持っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。はい。 ただこれも先ほどお伝えした通り、確かに超えてるんだけれども、5日線とちょっと離れすぎちゃってるから、損になっちゃった時にちょっとでかいよっていうのだけは覚えておいてもらえるといいかなというところですね。ノウハウ的には別に入れるのは間違ってないって感じです。はい、じゃあ次。えと、トレーィング初心者ですが、株を保有してない時はありますか全然ありますよ。あります。今とか全く保有してません。はい。じゃあ次です。えと、5番終わって銘柄探してると、えと、上昇トレンドに乗りそうだから買いだけどタイミングとしては今日で買いたかったなというチャート。 終わっっった後に見ちゃててるって感じですねでこういう時なんですが、そのまま1日ついて買ってしまうやり方と、えー、と前日に20日線の上に5日線があり、えー、と20日線は上昇中、5日線と20日線が近い状態で横ばいかローソクーシーであ、横ばいか下落でローソク足が陰線を出していて、次の日に20日線に反発して陽線を出すか、あー 長いな。要するに次の日にエントリーするかどうかっていうところですよね。で、えー、なんだっけ、寄付、寄付か、寄付でエントリーするの別に悪くないかなと思います。僕結構あの、いや、大引け前ですよね。あの、終わりねの時にやりがちなんですけど、別にそれでもいいかなとは思いますよ。はい。なんですけど、これすごい重要なのが、終わった後に銘柄探ししていると、あー、みたいな感じであるならば、まあ、だったらあの、終わる前に銘柄探ししとこうよ、みたいなのが正しいですね。なんで、前日。うん。っていう。 ふうな方がいいですね。なので、えっと、予想、よ、なんか予想しておくっていうのがすごい重要です。なんかあの、あ、こういう感じの形になってきたら、ちゃんと追っとかなきゃいけないな。っていう、その、追っとかなきゃいけないなっていうような状況に、えっと、持っていく必要がありますよね。例えばさっきの、ま、あ任天堂とか別にレーザーテックとか、あ、これかえっと、上値超えたら、ま、買おうかなって買いに決めているんだったら、もうそれをちゃんと登録しておくというような感じ。だから先に見つけておくっていうことが、これすごい重要っていう感じですね。はい。まあ、っていうところです。 はい、じゃあ次。えーっと、ま、これもね、手法によって答えがありますよと。ま、あそれはそうだって感じですね。えーっと、す、なんですか、これ。次。えスノーピークが気になるんですが、ずっと上がっていて買うタイミングがありません。ま、見ましょうか。7816。スノーピーク。7816。ずっと上がっていて買うタイミングがありません。 まあ別に買わなきゃいいんじゃないかなと思うんですけれども、買うタイミングがむずいんであるならば、こうやって、あの、ずるずる上がっている時に買いに買いたいんだったらば、ええと、まあ一つは、一つですね。一つは、まずこういうところ。えっと、20日線にぶつかって弾かれている部分。で、もう一つが、えっと、前回高値を超えた部分。だからこういうところですね。まあ今からは買かなくていいと思いますよ。5日線と20日線離れたので、一旦下落すると思うんでね。なんでこういう風に上がっている相場っていうのは、あの、一旦、あの、なんだろう。例えばこういうチャートですよね。 あの、もんだなと思って、そしたら前回高値超えたんで、まあ、じゃあ入れようかな、みたいな感じ。そういうタイミングで入れるんだったら、そんな間違いない。かなっていう感じですね。前回高値超えるか、あの、20日戦と5日戦が近いか、みたいな、どっちかを狙っていくのが、まあ、セオリーかなとは思います。僕だったらそうするよ、っていう感じですね。うん。まあ、ただもっといい銘柄ありそうな気がします。はい。ということで、そんなところかな。うん。ちょっとせっかくなんで。 えっと、何々、番号 Z てあ、ヤマハスに、ね、ヤマハの話はちょっと覚えてる。えっ、ー、と、結局月曜で損切りでした。先週から今日までの、えっと、Z ホールディングス、えっ、ー、と、理学できたよね。メーカーのサ、えービスえっと、ありましたが、まだマイナスです。勉強してか、まあ、勉強が必要ですねと。まあ、勉強すれば、なんかあの、なんですかね。なんでマイナスかっていうのも分かってくるんで、これすごい重要ですよ。あの、なんか、絶対利益なんてありえないから。 じゃなくて、あの、なんだろう。結局じゃあ月のトータルとか年のトータル。まあ半年のトータルとかで別にプラスになってればいいだけの話なんで。まあね、ちゃんと勉強していきましょう。本当ね。えっと、じゃあ、ラスト2つかな。ちなみに、まあ、これ、あれ、この質問は最後にライブまだかなあるんですけど、ライブ、まあちょっと時間空いたら、やります。空いたらね。えっと、なんかそこ、3186。ちょっとこれ、なんかあの、質問見るのが、見るのが、 ちょっと大変そうなんで。なんかあの、銘柄診断だけでいこうと思うんです。これ、あー、なるほどっすね。た、多分多分ですけど、これ、あれ、あれでしょこの辺で空売りを狙って、ここで一気に上がっちゃって、うわー、みたいになってるパターンなんじゃないかなと思われる。で、これは、んと、これむずいっすね。うん、むずいと思う、なんか。これむずい気がする。 これちょっと自己感、自己感ありますよ、なかなかね。これ質問どうだ、どういう感じなんだろう。えっと、7月1日に、えっと、空売りして、んと、7月6日に損切りしました。7月1日に空売りこの日じゃないかな。こっちだからそうそう、ここでエントリーは全然 OK で、た多分だ、意識されたのが結局、その800円の方が意識されたんですよね、多分ね、こっち側。これは若干自己的な感じが。 あるかなみたいな。なんかこっち側が意識されたんですよ。ちょっなんか変な斜めでちょっとここがね、800円が意識されて、でなんかの理由があって結局バーンって上がっちゃいましたみたいな感じで結局ここまで来ませんでしたよみたいな感じだと思うんで、だからこれなかなか渋いですよね。あんまりあのこういう風になんかいきなりドーンって上がることってあんまりないので、なんか確率で言うと1%とか2%とかそんな感じだと思うんです。結構これ渋いなと。うん、これちょっとね、しょうがないかなと思いますね。もしだから、なんか、いや、むずいな 理確するんだったらこうなんですけどね。だから前回安いに近づいてきたからなんか下髭引いてるし、なあみたいなね。でも、そんなことばっかりやってたら、利益あんま伸びないので、これちょっと渋いですよね。うん、これは、ちょっと渋め。渋めかなってところです。なんかまず、その、疑っとかなきゃいけないので、まあ一応だからこれは予想、なんか一日でこうなるとは思って、なんか思えないとは思うんですが、まあ結局なっちゃったんで、一応予想はしとかなきゃいけない。だから散々これ上昇していきました。で、多分この、上昇したから、 なんか一旦下落したし、このレンジになるかなみたいなところの予想だけはしといてもらえればいいかなと思います。なので、ここまで行っちゃったんだったら、なんか、これね、ここ、ここ、上根固めて、なんか、超えたら、損切りぐらいな感じの方がいいかもしれないですね。もしかしたらこれ、あの、ここで今上値固めてるかもしれないので、こっから陰線で下がってくるかもしれないので、なんかこう、僕こうになっちゃったら、もう、 この、この日に損切りっていうか、なんかここ上値固めてくんないかな、みたいな感じで待っちゃうかもしんないです。やだ、安っすね、これね。うん僕も一回だけやります、こういうの。ほんとね、出会うと安すよね。これ、まあの、ま、ちょっとなかなかしょうがないから、僕もだから、なんだろう。うーん、ここで、こういうチャート見たらここで入れちゃって、多分、僕も同じように損になってる可能性がある。うん、入れてなかったか、なんとも言えないですけど。そんな感じですかね。 はい。じゃあ最後この質問行きましょうか。えー、7701ですね。まあ、とりあえず行きましょうか。7701。7701。7701。しまず作所。これは、なんか多分だ、この辺で空売り狙ってたとかそんな感じじゃないかな。なんかチャート的に。そんな感じだと思うんですけれど、どうでしょう。えーっとあー、6月29日に空売りを入れました。で、えーっと、損切りしました。 え、ちょっと見よしょうか。6月29。この辺ここ。ここ。あまあまあまあ。5日線ちょっと横向きなのが気になりますよね。右下見てればまあまあエントリーかな、みたいな。で、これ上がろう、うん。なんだろう。これはもう下落してくれなかったので、もうとっととここで損切り。いつ ?4 月3日。もうこれもうしょうがないと思いますよ。ここでエントリーしてダメだった。うん、損切りしました。全然いいと思います。これ別にここまで保有する人は全然ないので。 ま、保有するんだったら全開高値がこっちだからみたいな感じなんですけど、これ切っちゃう方が、ま、損の、損の切りは早くていいかなと思いますよ。うん。はい。も、ま、う、あ、これは、しょうがないと思います。全然。こういうこともあるので。っいうところですかね。はい。まあと、ということで、今日も全部質問、回答させていただいたんですけれども。 あの、またね、なんかコメントいただければ、これどうなんですかねみたいなのをちゃんと答えていければと思っておりますので、まあ、いろんなコメントとか、まあ、いろんな意見あると思いますのでですね、ぜひあの、なんか残していただけたらすごいいいかなと思います。あの、誠意を持ってね、対応させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、まあこんな感じですね。なので、まあ、今日の動画もね、ぜひよかったなと思ったら高評価ボタンを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた 最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE アット、ツイッター、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。